これは、私が実際に体験したお話です。最後までどうぞごゆっくり見ていってくださいね。これは私が高校生の頃のお話です。その頃、私と仲良くしてくれていた友人がいました。そのことは、お互いに好きなものがあったのがきっかけで仲良くなりました。その子の名前を H ちゃんとしましょう。H ちゃんは、すごく華奢で小動物のような女の子でしたが。はぁ、ありえねえ。ミーが言ってこい。こういう子でした。H ちゃんの用事でしょ。だってうち、部活あって放課後行けないし。まったくしょうがないな。うわぁ、ありがとう。あ、今日提出の課題の答え見せて。ああ、忘れてた。あんたも忘れてたの。なんだかんだ言って、変に気を使わないし、H ちゃんは思ったことをすぐに言うので、一緒にいてとても気楽でした。ちょっとそれじゃあ課題どうすんの？どうしようか。ねえねえ、放課後遊ぼうよ。ミーと遊ぶの？ちょ、何その反応。あっはっはっは、冗談だよ。しょうがないな。そうやって毎回。だったら、マミメイと行こうよ。ちょうど私もマミメイと行こうって言おうと思ってたからもちろんいいよ。新作グッズが出てるといいな。そういえば H ちゃんの好きなアニメの新作グッズが発売されたって。おお、マジか。また一緒にマミメイと行こうよ。ん？どうかした？彼氏と帰るからさ。いつの間に彼氏できたの？相手は誰？どんな人？同じ部活の先輩なんだけど、前々からメールでやり取りしてて。おお、先輩なんだ。それでこの前告白されてさ。やったじゃん、よかったね。H ちゃん可愛いし、彼氏できても不思議じゃないよね。でしょでしょ。こいつはいつも謙遜しないな。あっは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 、また今度マミメイト行こうや。うん。放課後デート楽しんでね。サンキュー。あ、疲れた。帰って寝よう。あ、あれは。H さん。H、今日も部活疲れたな。タカ君がいたから頑張れたよ。あれ？いつもと声の高さ違くね。はは、H はやっぱり可愛いな。か、可愛いなんて、そんなことないって。おいお前、謙遜してんじゃねえか。そういや H の趣味って何？私の趣味。私の趣味は二次元の女の子の脇が映ってる画像を集めることなんだ。ひぃー、半端ねえ、怖え。お菓子作り。へえ、今度作ってきてほしいな。もちろん、美味しいお菓子作ってくるね。ねえねえ、クッキー焼いてきたんだけどさ。ちょっと食べてみてくれない？早速作ってきたんだ。うん。いいよ。いただきまーす。ねえねえ、どうだったどうだった。はは。はははははは。くそまずい。くそまずい。きっとお前の味覚が狂ってるに決まってるー。なんて女だ。これは、私が小学生の頃のお話です。その日は、学校から遠く離れたとある博物館に遠足に行きました。皆さん、お昼ご飯はちゃんと食べましたか？はーい。ご飯2合食べました。なわけないでしょうが。先生。はい、なんでしょう。この後はどこを見学するんですか？この後は見学ではなく、ここの博物館のマスコットキャラの、ウォーターくんと一緒に集合写真を撮りますよ。ウォーターくんか。名前からしてしょぼそうだな。しょぼくないですよ。それじゃあ移動しますから、はぐれないようについてきてくださいね。はーい。はい、こちらがここの博物館のマスコットキャラのウォーターくんです。しずくちゃんのパクリじゃねえか。違います、ウォーターくんはウォーターくんです。なんか顔が怖い。おい、何か喋ってよ。無茶言うんじゃありません。ウォーターくんだって忙しいんですよ。偽しずくちゃん、好きな飲み物は何ですか？水に決まってんでしょうが。どうして先生が答えるんですか？そうだそうだ。なんとか言ってみろ、もう。え？もうこんな仕事。やってられるかー。頭が。な、中から人が。
今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日もやみやみじゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃーんけん、ポン、あっち向いてー。ほい。着ぐるみは本当にトラウマレベルだな。それじゃあまた次回も勝負しようぜ。